目黒蓮です。はい、じゃあ目黒から自己紹介お願いします。はい、目黒蓮です。好きな教科は体育、嫌いな教科は体育以外。典型的だ。典型的なバカだ。おい、ラウラ、俺もこれ正解っすよ。漢字が違います。いやでも元気は合ってますよ。なるなるなる、すげえ、激怒。まずは目黒のコンセンサス見てみましょう。この後ご飯行こうよ。あーごめん、今嫁がちょっとコンセンサスだから。あ、じゃあやめよう。大丈夫、それコンセンサスって言っただけでじゃあやめようって言える。でも本当に今嫁がちょっとこれだからみたいな感じ。怒ってるこれ。なんか嫁の体調がコンセンサス。悪い。なるほど。体調ね。体調が悪いと。赤にする理由がちゃんとある。わかった。え、なに？目黒正解！すごいよ。完成完成完成。ここに来て。やばそう。完成完成。ここに来て。あうち。で正解は12でした。あ、でもなんか俺の答え計算と全然違いました。お、信じるよ。あ、なんだ、来たよ、これ天才パターン。教えて教えて教えて。4たす3で7になって、ここが全部答え4、5じゃないですか。答え違うね。じゃあ1たす5は8じゃないな、6だ。で、2たす6は8だ。で、6たす6がないなってなって、そしたら1たす1が2で。ここ行くの離れないで、山本くん。怖い怖い。なげ、次あっちにいる。うわ、めっちゃ長いやつじゃんこれ。お札ぐしゃぐしゃ。そしてあの言葉を叫んで。なんだっけ、なんだっけ言葉。あ、そうだ、せーの、成仏してください。ちょっと一緒に許されを期待してる。ああ、で、じゃあ目黒は初めてね、お化け屋敷入ったと思うんだけど、どうでした？まあね、余裕だとか言って入る前言ってたね。余裕だったね。まあ、そんな、まあ、すいませんでした。布も可愛いな、めんめん。可愛いね。白と黒のね。なんか大人だ。え、待って、このさ、もう見え、ちょっと見えてるものがあるんですよ、この。嘘。え、みんなこのなんか海苔と米の間にシソ巻かれてた。あ、そう。あれ？いや待って。うわ、それも悲劇始まってるわ、やばい。ヒントだそれ。え、シソが。シソが見えてる。え、じゃあちょっといただきます。それは美味しいね。うわっ、でかっ。うわっ、むしゃむしゃいった。でかくないの？めっちゃでかいだ。え、なに？ん？お、なになに？わんぱくだね、めちゃめちゃ可愛いね。見えてんのそれ？ツナ。え、ツナ？ツナマヨです。おー、いいね。一番うまいわ。よい、はい。見つけた。お、見つけた。お、あ、動いた。動いた。変顔マッチ。あ、キュルキュル系ね。いや結構でも分かりやすくやれてると思うんだけど、ちょっと俺もう分かった。え、来たよ、めめの。じゃあ俺来た。俺かわいい。